この年になると人間が真剣に怒ってるのなんかちょっと笑えてくる。どうもソータングでーす。この動画見てる男子が悩んでることあるんじゃないの。俺は知ってるよ。知ってるんだ。青春時期を超えていくとね、来るんですよ。皆さんにお見せいたしましょう。この見るに耐えない青ひげ、こいつだよマジで。なんやねんこいつ。いくら剃ってももう 俺なんかね、入る速度バカ速いから。変態じゃないからな。俺変態じゃない。早すぎてね、一日剃るやん。半日だったら生えてんだよ。うん、殺したろうけのほんまに。ん、君の生える速度はもう雑草並みだ。このひげどうやったら入れて駆逐してやるよ。残るピンセットでコチコチたるわいっていうことで、今回この青ひげ全部なくなって僕がバッチバチのイケメン君になるということで、それでは抜いていこうと思います。Let's go。 それで駆逐していくぜ、このうんこみたいなこの腐るひげどもよ。なんで文句あんのか、人様がハートの鏡使ってんのによ。笑ってんじゃねえよお前。それでは駆逐していくこいつを。こいつねマジでエグいよな。ヒゲ抜いたことある男子諸君ならわかるんじゃない、この辛さを。ガチ激痛やから。いくっす、いれいってまして来ましたよ、激アツポイントに。感度敏感コースやから、ここ。ここガチ痛い。ヒゲの危機消したならわかる。てかヒゲ抜くのって大丈夫なの。でもすごいな、なんかヒゲって抜いたらさ、毛根からまあ抜けるわけやん。なのにさ、また生えてくるね、同じところから。不思議よな。ここ痛い、口周り痛い。うん、感度激アツしたよね。俺のヒギ使いますか。ヒギ進行正直ここはもう気合い。ほらすごいでしょ、もう半分消えたよ。俺抜くのねマジ早いから。うんうんうんって感じの感じで、七面が通ります。ほらこれどうよ、後半も抜いていく。こんなん言うても気合ですから、行かせていただきます。いでー、これマジで鼻の中心がマジで激アツポイント。うんうんうん、痛い痛い痛い。俺の瞬間を持ってしても痛い。痛い痛い痛い、こっち痛い。痛い痛い、あもうヒゲ抜くときに手が触れる。痛い痛い、はっ取りゃはっはっ、ふんふん。痛い痛い、鼻が激アツポイント、やばすぎる。ふん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 、早く激アツポイントから脱出しなければ。激アツポイント抜けました。久しぶりにいたからクソ痛い。マジでなんてない人がねこんなことしてみ、悶絶もんよ。オッケー、一通り抜け終わったよ。最初のイメージとは全然違うんじゃない。よし、あらかた抜け終わったので、あとは顔を剃って綺麗にしていく。このバチバチにイケメンに仕上がった俺が出てくることでしょう。それでは顔を剃っていく。はい、剃ってきましたよ。ビチビチにこう、ほら顔ワントーン白くなってんじゃん。え、ハゲてない。チンチンチンキスカーン、だいぶ変わったんやな。ほらほら、おひげ消えたでしょ。遠目から見てみて、ほら経験度アップしてんじゃないの。チンチンチンキスカーン、髪の毛がイケイケじゃなさすぎな、不老者すぎるんだけど。チンチンチンキスカーン、皆さんもね、もしイメチェンしたいと思ったらヒゲ駆逐してみたらどう。